ベトナム戦争時のランチハンド作戦による枯葉剤散布の様子枯葉剤は除草剤の一種であり、アメリカの植物学者アーサー・ガルストンによって発明された。その後モンサントによって量産され、化学兵器として軍事利用された。ちなみに、ベトナム戦争で散布された枯葉剤は、ダイオキシン類の一種に、3、7、8、テトラクロロジベンゾマイナス1、 四次オキシンを高い濃度で含んだものであり、通称オレンジ剤とも呼ばれている。ベトナム戦争中に米軍と南ベトナム軍によって巻かれた枯れ葉剤は、軍の委託により、ダイヤモンドシャムロック、ダウ、ハーキュリーズ、モンサント社などにより製造された。用いられた枯れ葉剤には数種類あり、それぞれの容器につけられる島の色から二次枯れ葉剤と呼ばれ、オレンジ剤、ホワイト剤、 ブルー剤などがあった。ベトナムで使用されたカレハ剤の内主要なものは、2、4ジクロロフェノキシサクサンと2、4、5トリクロロフェノキシサクサンの混合剤であり、ジベンゾマイナスパラマイナス大オキシン類が含まれ、副産物として、一般の2、4、5T 剤よりさらに多いに3、7、8、テトラクロロジベンゾマイナス1、4ジオキシンを生成する。この TCDD は、 非常に毒性が強く、動物実験で、再域形成が確認されている。ベトナム機関兵の枯れ剤暴露と、その子供の二分積追奨の増加については、TCDD との関連が示唆された。なお、2、4、5T は、アメリカ合衆国や日本では散布使用が許可、されていない。ダイオキシン類が作用する分子生物学的標的は、 内分泌拡乱化学物質と類似のものであり、動物実験で再規制が確認されている。人に対する影響は不明とする否定意見があるが、これは人間に対しては動物のように人体実験を行うことができないため、不明となっているためである。枯葉剤の散布は、名目上はマラリアを媒介する、マラリアカやヒルを退治するためとされたが、実際は、 ベトコンの隠れ場となる森林の腰、及びゲリラ支配地域の農業基盤である工作地域の破壊が目的であったと言われる。枯葉剤は財は1961年から1975年にかけて、ゲリラの根拠地であったサイゴン周辺や大人省や、バクリエウ省の本山県などに、とりわけ1964年以降、大量に散布された。アメリカ福音軍人局の資料によれば、 確認できるだけで83,600キロリットルの枯葉剤が散布された。コロンビア大学のジーン・ステルマンの調査では、散布地域と当時の集落分布を合わせて調査した結果、400万人のベトナム人が枯葉剤に暴露したとしている。1969年6月末、サイゴンの日刊誌、T さんは、枯れ剤散布地域での出産以上の増加に関する。 連載を開始したが、当局によりすぐさま発禁処分となった。同年11月29日、全米科学振興協会の年次総会にて、ハーバード大学のマシュー・メセルソン、バウマンらの散布地域における出産以上の激増に関する報告がなされた。同報告では、1959年から1968年の異常時、出産4 0 0 0例を調べ、 散布強化された1966年以降、先天性郊外列が激増していること、既計出産率が、サイゴンで1000人中26人、集中散布地域の退任で1000人中64人に、上ったことが報告された。また、散布地域の母乳の大応期心濃度で、最高 1450ppt を検出、平均で 484ppt と、非散布地域、 国に比べて非常に高い予選状況にあることが報告された。1972年6月、ストックホルムでの国連環境会議で、カルハザイ散布は主要議題となり、アメリカの批判派の科学者らから、ベトナムでの帰京時出産の増加を含む膨大な報告がなされた。ベトナム政府によれば、最大300万人のベトナム人がカルハザイにさらされ、 21世紀の現在も、なお先天性欠損を抱える子供15万人を含む100万人が健康への深刻な影響を受けているとしている。ベトナム人被害者たちは、アメリカに対して保償を求め訴訟まで起こしたが、2009年にアメリカ連邦最高裁判所が訴えを却下。アメリカ当局は、枯葉剤と先天性欠損症などのとの間に、 直接の関連を認めることはなかった。一方、アメリカとベトナムの外交が活発化する中で、アメリカ合衆国国際開発庁は2012年から2018年にかけて、ダナン国際空港にて、大シン類の浄化作業を開始。2019年からは、ビエンホア空軍基地跡の浄化作業にも着手した。 さらに国際開発庁は、ベトナムの障害者の生活改善を目指して、政府機関と活動していく、主意書を出している。ベトナム戦争中に、カ葉ハ剤がアメリカ合衆国による沖縄統治時に持ち込まれており、沖縄で服務中にカ葉ハ剤に被爆したとして、健康被害の保障を求める米国、退役軍人賞の公文書や、保管されたマイクロフィルムで明るみに出た。 アメリカ軍は1971年、毒ガス類を撤去するための移送作戦、オペレーションレッドハットを行い、沖縄本島の枯れ材もハワイ沖、ジョンストン島へ移送されたとされる。沖縄で従軍した元兵士の疾患について、枯れ破剤による後遺症であると認められたものの、一方アメリカが衆国連邦政府は、沖縄県における枯れ破剤の存在を否定している。 1984年、アメリカのベトナム機関兵らが、枯葉破剤製造会社に対して、集団訴訟を起こした。訴訟に加わった、機関兵らは4万人を超えた。しかし、裁判が、審理入りする直前になり、突如原告代表者が会社側との和解を発表、製造会社側は、枯葉破剤の被害を認めぬまま原告に保証金1億8000万ドルを支払うことで同意した。 裁判で、機関兵らの枯れ葉剤健康被害が公にされることがないまま、機関兵らの証言は、お蔵入りとなったのである。この突然の和解を不服とした、機関兵や遺族らが1989年に、再び集団訴訟を起こしているが、却下された。1991年、アメリカの枯れ葉剤暴露機関兵に対して、救済法が成立し、15の疾病に、 カルハ剤との関連が認められた。ベトナム帰還兵の子供世代への健康被害調査も行われ、帰還兵の二分席追称の子供及び女性帰還兵に限りその他の先天障害を持つ子供へも保障が認められた。しかしこれによって認められたカルハ剤の次世代への健康被害は限られたものであり、現在も多くの帰還兵の子供の疾病や先天障害は カルハザイとの関連が不明であるとされている。1961年から1975年に渡るアンゴラでのアンゴラ独立戦争の際には、ポルトガル軍はアンゴラ解放人民運動に対して除草剤を使用した。また、ギニアビサウでのギニアビサウ独立戦争の際にも、ポルトガル軍は人民革命軍に対して除草剤を使用している。これらの地域で散布された、 除草剤は、ベトナム戦争で使用された枯れ葉剤とは異なる。麻薬作物の除去を名目として、コロンビアやアフガニスタンなどで、クリホサート成分と他の薬剤を調合し、濃厚にした成分を空中散布する作戦が行われてきたが、賛否両論あり議論されている。これらの地域で散布された除草剤は、ベトナム戦争で使用された枯れ葉剤とは異なる。ありがとうございます。